カテゴリー、高等学校カテゴリー、日本の高等学校カテゴリー、日本の専門学科設置高等学校、専門高校専門高等学校、または専門高校は日本の高等学校のうち、職業教育もしくは専門教育は施す、中等教育レベルのもの。以前は、職業高等学校、または、職業高校と呼ばれていたが、専門高校と呼ばれる現在は、 理数、英語、芸術、体育など、職業以外を専門とする学科も含まれる。なお、高等教育レベルの職業学校については、職業大学を参照。日本の専門学科設置高等学校一覧を参照一般的に、専門技術の習得が必要な教育を行うために、その技術を有する実習助手や、実習教諭を置かなければならない分野が扱われている。 高等学校を指すことが多い。エストではレベル 3C に位置づけられる。類義語としては実業高等学校がある。専門高等学校の特徴は卒業した段階でスペシャリストを目指せる専門科目を履修する教育課程を有する学科が置かれていることである。また普通科高校では必ず履修科目の情報を専門学科の情報科目、 総合的な学習の時間を課題研究で代替できることになっている。一部を除き実践的な専門教育を行う学科が置かれているため就職希望の生徒が多い。また、専門高等学校における多くの学科では実践的な専門教科に属する科目の授業数が多いことから普通科目が少ない場合もある。一般入試による大学受験は 一部を除き不利である見方がある一方、特定の高等学校や学科に対し推薦入学の定員を設けている大学や工業高等専門学校もある。ただし、商業科に関しては、例外で、進学者数が増加している上に、国際関係を含む学科を設置している場合も、あったり、統合が進んで、その他の学科への改変も行われている。 また、進学者に対する優遇制度も多く存在しており、様々な科目で試験免除や単位認定がされる。さらに、経済計画部の一般入試において、数学、地力、公民化の代替として、簿記等の商業専門科目で受験できる大学もあり、一般入試での受験に積極的な高校商業科も増えている。加えて、一部の学校においては生徒に対し、 各種資格の取得を推奨しており、推薦入試の対象として重要なものとなる。他には、関係などを推奨する高校もある。高等学校のうち、農業、工業、商業、水産などに関する職業教育を主とする学科を中心に構成された学校は、職業高校と総称されていた。その後、特定の学校や、学科だけではなく、 普通科を含めて職業教育が広く行われるべきであること、専門学科における職業教育を普通科などにおける職業教育よりも専門性を重視したものとして位置づけることなどから、文部省は職業高校の名称を専門高校に改めることを提唱し、現在は職業教育に限定されない総称として専門高等学校と交渉されるようになった。 1990年代後半からは、職業教育という側面のみならず、専門教育としての側面が強調され始め、大学などをはじめとする高等教育への進学も視野に入れられるようになりつつもある。また、専門教育をさらに超え、商業化においては普通科目を発展させた、社会科学に関する科目、工業化においては普通科目を発展させた。 自然科学に関する科目を履修する高校も設置されている。ユネスコ・ジャパン・エスト・マッピング2015年10月31日へ閲覧。スペシャリストへの道、職業教育の活性化方策に関する調査研究会議について文部科学省。ありがとうございます。